社長にさ、言いに行った方がいいの。いる、え、ちょうどいる社長。なんだよなんか、今うちに週刊新潮の方が取材しに来てるんですけど。週刊新潮？さ、社長なんか心当たりありますか？なんかやらかした感じなんかやらかした感じ、ちょっと怖いんですけど。怖いんですけど。セクハラですか？え、告発？告発？誰か言ったのかも、言っただろついに多分花ちゃん訴えましたよじゃあ今のうちにもっとこう。ダメダメダメ。でも怖くない？そう、だからちょっと急遽取材したいってことなんで。心当たりはない？電車の中で痴漢したぐらいかなそれだあるわそれだなそれかな、はい、ちょっとお話聞いてみましょう、はいはい。こんにちは、トラスト企画の葵です。そして花です。はい、花ちゃん今日は、はい、なんとトラスト企画に取材しに来てくださった方がいらっしゃいます。ですよね。そう。しかもすごい方が、すごい方が来てくれてて、ちょっと登場していただきましょう。はい、ではよろしくお願いします。あ、こんにちは。はい。今日週刊新潮から取材に来ました福田と言います。ちょっと週刊新潮ってご存知ですか？あ、知ってる。存じ上げてるんですけど、はいはい、これ花ちゃんついに。うちスキャンダル的な何かが、ね、社長のセクハラの内部告発。ああ、もうついに来ちゃいましたねこれっていうのは嘘で。そう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 。そしたらちょっとうちに今日どういった内容で取材しに来てくださったんですか？ですね、まあ、皆さん週刊新潮っていうと意外だと思うんですけど、はい、今日車の取材で来ました。ちゃんと車の取材に、はい、そうです。安心した。社長のセクハラです。本当ですか？はい、あ、じゃあちょっとですね、今日はトラスト企画内のちょっと映えなスポットにね、ちょっと回りつつ福田さんに質問していってお答えしていただくっていう流れに、はいはい、していきたいと思いますので、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、あの取材の様子とかも、そうですね、出すので、はい、こちらもお願いします。ご覧ください。お願いします。社長のセクハラじゃなくてよかった、ね、よかった、とりあえず安心しました。ゆくゆくはなっちゃうかもしれない。多分いつか来るなその時はお願いします。お願いします。あの連絡お待ちしてますそれでは見ていきましょう。はい、はい、ではまずですね、ちょっと私ずっと気になってたんですけど、私週刊新潮さんってなんか結構なんだろう、雑誌とか見る感じ、いろんな芸能人の方のね、なんかスキャンダル的なのが多い感じがしてたんですよ。ああ、ありますね、確かに。なので政治家のスキャンダルとかね。そうですそうです、はい、そうです、はい、やっぱ週刊とかは、そう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 、そうそうそう、イメージがあるよね。そういうイメージがあって、お嬢さん方の世界とは遠い世界みたいなだからまさかうちに週刊新潮から取材依頼があると思ってなくて、なね、普段どういった感じの取材とかされてるのかなと思いまして。ああ、はい、ね、僕はですね、はい、あの週刊新潮の記者というよりもカメラマンで、はい、まあ、写真の取材の現場に出るんですけど、持ってる、はい、そうですね、まあ、国会の取材に行ったり、はい、あと、まあ、つい最近だと、まあ、最近だとコロナ関係の取材が多くて、なるほど、なんか渋谷で若者のワクチン接種で人がいっぱい並んで大変だったみたいなのも、ね、あれも言ってましたし、はい、まあ、その熱海でね、災害が起きたっていうと、そういうのも行きますし、もう何でもやるんですよ。海外とかも行かれる？行きます行きます。東南アジアが結構得意なんで、はい、まあ、今政変が起きちゃいましたけど、ミャンマーとかラオスとかカンボジアとか、まあ、そういうところはよく取材に行きますし、あとアメリカ、ヨーロッパも行きますね。すごいですね。でもコロナで行けなくなっちゃったんで。そうですよね、今。今すっかりもう国内で。国内で、はい、やってますけど。なるほど。はい、ちなみに、はい、トラスト企画を知ったきっかけって何ですか？あ、トラスト企画さんを知ったきっかけはね、まあ、なんとなしに僕あの車が趣味なんで、はい、はい、YouTube でも時々あの、まあ、いろんな車のサイト、 YouTube のサイトなんか時々見るんですけど、はい、まあ、特にあの GTR が好きで、はい、GTR 系の、 あの個人の人のサイトとか海外 の、 あの、はい、YouTube なんか、まあ、よく見てたんですよ、はい、ある日突然、はい、なんか変な社長、変な男の人の顔がね、うん、何度もしつこく出てくるんで
動画とか、そう関連動画、ね、毎日投稿してる、毎日投稿してるからね、そうそう、でトラスト企画って書いてあるから、なんか信頼企画ってなんだろうなと思って、そうですよね、で一回クリックしたら、はい、なんかすごく GTR のことを熱心にやられてるんで、はい、それからねよく見るようになって、はい、まあ、最初はね取材の対象には考えてなかったんですけど、はい、週刊誌ですけど車の取材も僕よくやるんですよ、自分が趣味なもんですから、ね、そうなんですね、モータースポーツの取材もよくやりますし、はい、あとまあ珍しい車の取材とかクラシックカーのイベントとか、はい、細かく取材するんですけど、はい、最近ほら GTR ってその323334ってすごく値段が高くなったりとか、そうですね、うん、あと海外ですごい人気が出たりとか、はい、なんか一部で、まあ、社会現象って言ってもいいのかなみたいな、うん、例えば、ね、こちらの車なんか、ね、知らない人がこれいくらって聞いて、うん、だいくらするんだろう、400、500万なんて、いや今だったら3000万ぐらいだよってみんなびっくりするじゃない、そうですね、だからそういうスカイライン GTR の今みたいなのをちょっと取材できたらなと思って、で、まあ、それだったら、まあ、比較的都内から近くて、はい、こんだけいっぱい並んでるところっていうと、まあトラスト比較さんかなと、っていうのでお願いしたんですね。じゃあきっかけは YouTube ですね。そうです、突然モニターに現れた謎の男が、はい、謎の男がもうご縁ですね。そうですね、本当しつこく関連動画にですよね、ちょっと普段はセクハラが多いけど、そうちゃんと車もねあって、そうまあね、ある意味洗脳動画、洗脳動画ですからね、いやいやいや本当にだから本当にね、僕一度来たかったなと思ったんですよ、ね、嬉しい、ね、なんかねこんな下妻のね畑の真ん中に、そうですよね、そうなんですよ、突如と GTR ばっかりあるお店なんてのも、うん、でこれ街道上の GTR 専門ショップみたいになったらまあ別にいいかなと思うんですけど、確かにこのシチュエーションがね、そうですね、結構、うん、結構面白いかなと思って、それも、はい、それも原因で来た理由の一つです。ちょっとそこにちゃんとヒットして嬉しいですね本当に嬉しい、 YouTube やっててよかった、よかったってこういう時に本当に思いますよね、思います ね、 ね、じゃあちょっと、はい、歩きながら、はい、歩きながらね、はい、はい、はい、ここがですね、トラスト企画の映えなスポットですね。このずらーって並んでるホットゾーンですね。ホットゾーンですね。みんながカメラをパシャパシャ撮るね、撮るけど、ちょっと僕も撮りましたここ紹介しながら ね、 紹介しながらね、今並んでますね、本当にまあこれも一部なんですけど、そうですね、これも一部ですね、けど今綺麗に並んでるから、なんか福田さん、車好きっておっしゃってたじゃないですか、はい、もう大好きです。今までスポーツカーって乗られたことあるんですか？本当ね、大学の時に免許取って、はい、でその頃ね、ちょっと写真週刊誌がバブルで、はい、儲かったことがあって、はい、スープラとかね、買ったこともあるんですけど、あ、なるほど70の世代です、ですけどね、うん、でもね、うん、僕基本的にラリーが結構好きだったんで、はい、一番面白か買って面白かったのは、皆さんご存じないと思うんですけど、三菱のねミラージュサイボーグっていう車があって、これがねすっごい面白い車があって、それ乗ってましたね、もうね1600のターボで4駆なんですけど、もうジャジャ馬でね、なかなか面白い車で、これは好きで乗ってました。高速道路で何回か捕まりましたなかなか遊んでるんだ、そうやんちゃしてたんですね視聴者の方多分ピンと、ね、もうピンときてる方、そう、ミラージュサイボーグというのがあったんですよ、なんか買い取ってみたいね、ちょっと見たいよね、もうないと思うよなんか今後じゃなくても、なんか乗ってみたいって思ったスポーツカーとかってありますか？憧れる、まあ、撮影の仕事で日産の仕事なんかやることがあって、はい、日産の本社行くとなんか車とか時々借りられることがあるんですよ、はい、そういう時にね、やっぱ3号のここじゃない、ここちょっとトラスティック3向きじゃないけど、3号の GTR なんかやっぱすごいなと思いましたよねもう値段もすごい、そうそう、ね、あとはね、やっぱ3人の GTR、 3人のこれね、僕ね26か7ぐらいの時かな、はい、の時に、はい、友達が買ったんですよ。おで俺に店に来て、はい、そうそう自慢しいね、ほんで最初見て一番びっくりしたのが、はい、今はあんまり珍しくないけど、当時なかなかなかったその
ドリルドディスクなんだよね、うんうん、ディスクブレーキに穴が開いてんのよ国産車で。あれ見た時に、いや今見るとちっちゃいんだよ16インチのホイールだから、うんうんうんそうね、だけどその隙間からね見えるディスクに穴が開いてて、嘘だろ、まあ、これディーラーで買った車がこうなのって言ったら、そうだったから、ちょっと乗せといて乗せてもらって、はい、乗って運転して関越道に入って、はい、もうあの料金所出てもうすぐもうリミッターみたいな感じもうねですぐパシ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 言い出しちゃって、いやすごい車だなと思って、あっという間に新潟移してたもんね何キロ出したんだろうな。いや本当ね、まあそれがね GTR と最初の出会いで、その GTR もね最終的にはね料金所で煙が出ちゃって終わっちゃった。出しやりすぎちゃった。ちょっとやりすぎちゃったんだな。そう。大変ですから。まあねだからね、まあ、昔から気にはなってる車ではありましたね。はい。結構もう乗った時から衝撃がすごかった。そう特にあの時代で国産車であんな車なかったから。なんかミラージュサイボーグがなんかすごいダメなものに思えたのは、まあ、ベクトルの違う楽しさが、ねあると思う。ありましたけどね。それだけにねこんだけ並んでると、まあ、正直もう古い車じゃないですか。そうですね。こんだけ並んでるとなかなかのもんですよね本当。そうですね。なんでこんなに並んでんだろうと思いますけど。B 君が根こそぎ全国から。そうですね。ここに並んでる状態ですね。まあ、そういうところも含めてちょっとお話聞きたいなと思って今日やってまいりました。ね、そうですね。はい、あれですよね、トラスト企画以外にも車関係で取材されたりってしてらっしゃいますよね。うん、ありますあります、まあうん、いろんなのがありますね。例えば、まあ、あのトヨタの社さんの秋尾社長が、はい、ラリー参加せ、ね、TRD チャレンジっていうラリーに参戦してるんですけど、はい、まあ、その様子撮りに行ったりとか、はい、あとは、まあ、もう今年もないですけども何度かは F1 の取材に行ったりだとか、うん、それと日産の新車が発表されたりすると広告絡みでそういうのを記事に作って、なるほど、日産なんだっけヘリテージ、うんうん、あれだっけあそこの車の紹介したりする写真撮ったりとかそういうことはよくありますね。その中でうちをもう取材してもらうっていうのは、ね、ちょっと嬉しいよね。光栄なことですね。ねいやいや大したもんですよ嬉しい、ね、なんか他の車屋さんとかこう見てこ うちのなんか違う部分っていうかうちがちょっと特殊だなって思う部分とかってあったりしますか。ありますね即答だ。まずね敷地が広い、うん、敷地が広いそう田舎なんだ田舎あ確かに、うん、でもあの周りが田んぼ畑の中に GTR があるっていうシチュエーションがね、普通 GTR のショップさんがね街道沿いにあって、うん、店頭に GTR が何だかずらっと並んでるみたいな景色はまあ珍しくないですけど何も貼られるわけでもなく自慢気に置いてあるわけでもなくこう置いてあるのがねなんかこう面白いなと思って、うん、なんでよくうちのお客さんも展示なのか売られてるのかよく分かんない。そう分かんないってね。そうですよねこれどっちなんですか本当あとは GTR だけじゃないっていうのは、ああそうですね、うん、ここにも、まあ、今回は取材のメインは、はい、そうですね、GTR で来ていただいてます。そうそう、うんうん、いや実はね他にもね例えばその80のスープラだとか、はい、他にねその FD とかはねそういう他の車も結構人気が上がってるんでそういうのも合わせてどうかななんて思ったんですけども、うん、やっぱりここに来るんだったら GTR かなと思って、うん、うちのメインで。そうですね、うん、トラスト企画さんに NSX とか来たりすることもあるんですかね。NSX 過去にありました、ね、あ、そうですか、うん、じゃあちょっとここも見てもらったので中の映えスポットも一緒にね見てもらおうかなって思います。はい、はい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 、中に移動してきたんですけど、はい、ここがうちの中古ゾーンでして、はい、ここがエンジンとかミッション置いてるラックになります、うん、はいこれ商品ですよね。そうですね、商品です。なんかリビルト屋さんみたいなのほとんどですね。そうですね、こっちはシートとかがね置いてあってずらっとだからね、アルトワークスとかカプチーノとか結構、うん、そうなんですよ。そうですそうです。エブリーとか、うん、なんかこう特にエブリーなんか生活臭のある車の商品もあるんですねこうやってそうですね、マニュアル車だったらかとめばね、エボとかね、はい、K のワークスとはやっぱりちょっと変わった車が多いですね。へえ、すごいですよね、本当。いろんな形
会社を取材されてるっておっしゃってたんですけど、まあ、こういう会社はそうはないですね。ないですか？あんまりこういう光景はね、まあ、僕自分車好きっていうふうに言いましたけど、はい、結構自分の車も中古のパーツで直したりするんで、解体屋さんとかよく自分でも行くんですよ。だからこういうところは割と個人的にはよくわかるんですけど、まあ、普通普段生活してる人がなかなか見る景色じゃないですよね。そうですよね。大人のなんかトイストアみたいな感じしますね。いる必要としてる人にとってみれば本当にお宝の山ですよね。確かに、うん、こうやって初めて見るみんなのリアクションとかが、うん、ね、いいよね。嬉しい、うん、嬉しい。いやすごいですね。カイエンのエンジンなんかじゃないですか、これ。そうなんですよ。実は会社もなんかもう、うん、そってやってたり、もう全然なんか何でも濃いですね。何でも濃い。結構ね、 GTR しか使ってないっていうイメージがあるんですけど、うん、中を見ればもうエブリーからカイエンまで幅が広いですね。、うん、国内から外車までって感じですね、うん、でもね、 GTR みたいな車を維持しようと思ったら、うん、トラスト企画さんみたいなお店がないとちょっとなかなか大変ですよね。そういただけるんですね、うん、本当に嬉しいですね。そうですね、褒めちゃおう。会社を見ていただいて、はい、取材してみて、なんかトラスト企画の印象とかって、まずはミークの印象、あ、ミークの印象から聞きましょうか。気になる。もう好き勝手に言っていただいて。あ、まあね、名刺もミークだったんで。そこですよね。いまだに本名がわからない。変わった取材で。福田さんからこそ、なんて呼べばいいの？そう聞かれて、ミークで大丈夫。名刺通りミークで大丈夫。会社連絡するときもミークいますかでいいんですか？全然大丈夫です。逆にミーク喜びます。なるほど、そうですか。本当。いや、あの、僕らのような一般の週刊誌のだと、名前と年齢っていうのは結構必須条件なんですよ。みーくんじゃちょっとね、後で本名聞かねえとやばいから、ね、そうですね、署名になった時にさすがにそうですよね、書けないからちょっとみーくん、そんな会社のね、信用にも関わるから、うん、ちゃんとね、フルネームで教えていただかないと。それは後で、ちゃんとした名刺、ね、いただきましょう、これはね。お願いします。トラスト企画自体はどうですかね、なんかトラスト企画さんですか、まあ想像通りですよね。まあ、っていうのも今 YouTube もよく見せてもらってましたし、うん、だからまあ、 あの想像してた通りなんですけど、やっぱり実物を見るとやっぱりびっくりしますよね、うんうん、パーツの量とかがやっぱ驚かれることが多い、うん、これちゃんとパーツ皆さん管理できてるんですか、これ。全部に番号がね、ってちゃんと、ああ、ちゃんと QR コードで、そうなんですよ、管理がされてる感じです。そう、結構みんなちゃんと管理できてるのって心配の声が多い。いや、本当ですよ、うん、安心してください、うん、中古のパーツも多いんですよね。そうですね、ここが全部、うん、そうですね、中古のパーツ、上の2階が新品パーツ、うん、そうですね、うん、ね、中古パーツなんてね、要するに言ってみれば一品物ばっかりだから、商品の管理なんか新品のパーツの管理よりも大変ですよね。そう、うん、なので、あの、状態とか確認して、うん、清掃とか終わったらすぐ梱包するようにしてます、ね、で、これじゃあ、この梱包した状況でこの中の商品の状況、うん、状態っていうのは大体 どんな状態とか分かるような。もうそうです ですね、もうすでにコンディションとかもチェックされた後に梱包して、うん、素晴らしい。そうですね、あと梱包されてる理由も、あとすぐお客さんに発送できるように、はいはいはい、もうすでに梱包してあり、うん、準備がもうされてる感じですね。そうですよね、トラスト企画さんにパーツ頼むって人はみんな急ぎでしょうもんね。そうですね、急ぎの方が多いですね、うん、新品も中古も、うん、まあ、GTR 好きで乗ってる人にしてみると心強い存在ですよね、確かに、うん、ちょっと嬉しいことをたくさん、ね、気にしかね、ないパーツだったりもあるので、うん、そうですね、今日一日ね、こういう珍しいね、取材を、そうです、社長のセクハラじゃないですよ、全然セクハラじゃなく、ちゃんと車のことで取材ね、していただけて、ちょっとこういった貴重な経験させていただけるの、うん、私たち的にもすごい嬉しいよね。そう言っていただけるとありがたいです。本当に嬉しいです。まだちょっと正式な掲載日は決まってないんですけども、まだ分かったらすぐ連絡で、はい、ありがとうございます。お目になるのが楽しみですね。ね、内容が違かったりしたらちょっと怖いんですけど。いや、そんなことないですよ。
で多分 YouTube も見てくれてるみたいなので、そうなんです、まあ、見てくれてるとかね、突然現れた関連おすすめ動画にしつこく出てくるなんだあの男はってねそういう視聴、そういうあの経緯で見始めたお客さんも多いんじゃないですか、うん、いると思う、うん、多いと思う、出てくるから見ちゃったみたいな、ね、そう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 、がちょっと今後もぜひトラスト企画をよろしくお願いいたします。いやいや、こちらこそ。そうですね、署名になるのがね、楽しみなので、そう楽しみなので、ぜひあの詳細分かったら概要欄とかにお知らせするので、うん、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん手に取って読んでいただければと思います。ぜひ買ってくださいね、買ってください、ぜひ、はい、ありがとうございます。あの5万冊は売れるはずです5万人そうですね、いるので、はい、よろしくお願いしますお願いします。じゃあ福田さん、今日は一日本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました、はい、楽しかったです。ありがとうございます。復活するときはお願いお願いするので、はい、お待ちしてますじゃあ今日の動画は以上です、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。これからドローンでも上空撮影をするみたいなので、その様子もねちょっと撮っていきたいと思います。見て、わーすごい、おお、ヘリコプターみたいだよおお、めっちゃ高くまで上がる。いってらっしゃい、いってらっしゃい、ね、見て見て見て、すごいこんな感じですね。いやーすごい、ねえねえ、もうあんな高くまでいるよ。え、どこ？え、もう見失った。あそこ、あそこ、あそこか見えるかな。なかなか見れない光景ですね。ねえ、お、すごい、すごい、いや、こう見るとほんと広いですね、うち。広い広い広い、本当に